穏やかな4月を迎えました。私たちの阿蘇市にとって合併をして3年目の春を迎えましたしかしながら周りの環境も厳しく財政にも大変乏しく大変な思いをいたしておりますでに皆様方がご承知のように国の政策がだんだん厳しくなり 都市と地方の格差ががまますます広がっています。そういう中においてこれからの私たちの阿蘇市を考えた時打開策としては何かそれはもちろんこの大自然千年の草原を守ることそしてその中から生まれた歴史や伝統や文化というものを いかに活用しながら私たちの生活が良質なものになっていくかということに取り組んでいかなければなりませんしここ12年でそれが実現できるものではありませんやはり10年20年先のことを考えながら取り組んでいく必要がありますし先ほど申し上げましたようにそういう使命感を持って 市の職員も今一生懸命取り組んでいますさて平成19年度の一般会計の予算にあたっては昨年より約8億円の削減をした取り組みになりました安心で安全にそしてこの少子高齢化社会においていかに 住民の皆さん方が安心ししてて暮らしていけるか私たち行政においても削減すべきことはもっと削減をしていこうとその中で市民の皆さん方に喜んでもらおうという今回の予算編成でありますその主な事業としては昨年から取り組んできました草資源を利用したバイオマスエネルギー これはちょうどアゼリ二21の裏にこの3月にはもうプラントが出来上がりました4月からいよいよ実証実験として稼働していきますもう一つ大きな大事なことはやはり交通網の整備だと思いますこのことは合併協議会のとこでも申し送りの中にありましたこれを何とか、 通称8メートル道路あの道を幹線道路として素晴らしい阿蘇市の道にしていきたいと思っておりますそれからまだまだあります阿蘇西小学校の体育館の問題あるいは内巻秘書の建築の問題等がありますこれはどうしても必要なことでありますので 取り組んでいきたいと思っておりますその中でも一番大事なことは何なのかうちのまきの活性化の問題であると思いますもういよいよ四年後の新幹線を考えてみるとき実行の段階でもありますので実行委員会を作ってそしてできるところから一つ一つ丁寧に地域の 皆さんと一緒になって行政も取り組んでまいりますもう一つこれもまた大事なことです野焼きが行われましたこの時代に生きる我々の責務として先人たちから引き継いできたこの素晴らしい大自然を後世の人々に残していくのが義務でありますそういう観点からあその大自然を 守っていこうといういろんな人々に呼びかけあそう環境共生基金というものを創設をしていきたいと思っております大事にこの自然を守っていくためにそのことをしっかりと委員会も立ち上げながら作っていきたいと思いますし環境を守っていきたいと思っておりますまだまだ不完全な 部分がたくさんありますけれどもこれからも一生懸命頑張っていきますので今後とも貴重なご意見を賜りますようお願いを申し上げます。